ますが、3本の矢、これはパラレル、グループ、ステル、これをテーマとして今年で6シーズン目に入っていきます。この3本の矢を用いて基礎パラレルターンを完成することが今回の目標になっています。目標はパラレルであって3本の矢を単体で完成させるパターンにならないように注意をしていろいろご指導願いたいと思います。指導する際はレベル、まあ、上級者、中級者、初心者、あと東京の人とかいろいろいると思いますが、レベルに合わせてその3本の矢の間に各先生方の今までの経験と、あとスキー協定のいろんな文章、理論、そういうものを接着剤として取り入れてパラレル再編導いていっていただければという日本の協定のテーマになりますので、どうかそれを理解していろいろご指導よろしくお願いしたいと思います。それではまずはじめに基本姿勢、それではモデルさんは秋田県の県の専門医の佐々木雅人さん、拍手。まずはじめにポジションですけど、まあ、常にスキーをターンをする位置に重心をちゃんと確認する、そういう姿勢がポイントになります。上体が後ろの方ってなるとやはり後傾、上体が 前の方ってなると非常にこう被るというような状況になりますので、すねの角度および腰のこの腰の角度ですね、その角度が平行になるようにどうか皆さん自分の姿もしくは仲間の姿を見て、そういう基本姿勢をどうか確認をお願いしたいと思います。あともう一つは、皆さんが今履いているスキーブーツは、まあ、フレックス、まあ、硬さがだいたい90から100、2、30、まあ、レーサーとかになりますと140とか非常に硬いブーツを履いていると思いますが、初心者はやはり柔らかい50から70程度のブーツを履いています。その柔らかいブーツの人に対して曲げを強くしたり、そういうふうに教えてしまいますとなかなかこううまく伝わらないという部分がありますので、その分に関しましてはレベルに合わせた教え方を今後も継続してお願いいたします。それとバランスは足首で取るような感じで、皆さん再確認お願いします。今雅人さんは足首をケツケツケツやりながらバランスを取ってます。これが斜面が急になりますとやはり上体も前の方に行くという風になります。そちらの方をちょっと確認を再確認してください。あともう一つはすね、まあ膝、あと腰、肩、そういうラインが斜面に対して平行、もしくは平行ですね、斜面に対してラインが平行になるように、そういう部分が目安になりますので、極端に傾ける、もしくは極端に内側に入るというような、動作はできるだけ、しないように、ご指導願えればなと思っております。総合的に言いますと、初心者から上級者まではレベルに合わせた指導を皆さんのこの3本の矢を使ってパラレルターンに導いていってもらいたいと思います。はい、モデルさんありがとうございました。